このイベントはコロナ禍で大きな打撃を受けた県内のブライダル業界が開いたもので、ホテルや結婚式場などおよそ40の業者が出展しました。訪れたカップルらは式場の設備や披露宴の内容などについて担当者から説明を受けていました。主催者によりますと、長引く新型コロナの影響で結婚式や披露宴の中止や延期が相次ぎ、2020年度は前の年に比べて9割も減少したということです。県内のホテルや式場が一堂に集まるのはこれが初めてのことで、主催者は結婚式や披露宴の魅力を伝えることで厳しい状況が続くウェディング業界を活性化できればと期待を寄せていました。